悪い、遅れた。お疲れ様です、手錠先輩。くそ、またかよ。また狙われたのは学生か。しかも刺されて出血し、むごいことしやがって。だいたい小学生から中学生あたりの子供たちが狙われてるみたいですね。どうせあれだろ、抵抗する力がない人を狙ってんだろ、ふざけやがって。手錠くん、これを見て。前も赤い紙が置かれてたわ。ほんとだ、また赤い紙。あれかよ、都市伝説に出てくる赤マントってやつの真似事か。よくもまあご丁寧に毎回用意しやがって。今月だけでもう3件以上も被害が出ているわ。これはだいぶ深刻ね。子供たちが狙われているのもあって、犯行もスムーズに行われているみたい。絶対に俺が捕まえてみせるからな。放課後君に会いに行こう、計画した作戦。みんな、授業を始める前にちょっと先生から大事なお話があります。みんなもニュースとか見てなんとなく知ってると思うんだけど、最近小学生や中学生を狙った殺人事件が多発しています。怖がらせるつもりはないんだけど、これは他人事じゃありません。みんなも十分注意してね。なるべく誰かと一緒にいること。特に夜道は絶対に一人で出歩いちゃダメよ。わかった？物騒な事件ね。桜町も安全な町じゃなくなってきたのかしら。桜町だけで1ヶ月の間に3人もの生徒が亡くなってるんだ。ニオちゃんのことは絶対に僕が守らないと。ねえ、あの話怖くない？噂では怪人赤マントが桜町にいるっていう噂よ。こないだ図書室で読んだ都市伝説の怪人に出てくるやつだよね。確か赤マントって子供しか狙わないって聞いたけど、本当なのね。それに殺された人の遺体の横には赤い紙が置かれてるらしいわよ。絶対に赤マントに会ったら青が好きって答えた方がいいって聞いたことあるけど、本当なのかな。やけに怪人話で盛り上がってんな、女子の方は。怪人っていうかただの殺人鬼だろ。子供ばっか狙ってんのも相手が抵抗できないからだろ。ほんとずるいやつだぜ。じゃあもしかしたら赤マント自体はすごく弱かったりするかな。僕でも勝てそう？多分お前は無理。でも翔太、ここは男としてミオちゃんを守ってやるんだぞ。それでチッとは見直してくれるかもよ。言われなくてもミオちゃんに何かあったら絶対に守るよ。まあミオちゃん自身も魔法使いだし、その辺のやつには負けないとは思うけど。でもミオちゃん、魔法を唱える詠唱時間が長いからな。すっかり遅くなっちゃったわね。ミオちゃんが図書室で怪談話ばっか読んでるからだよ。だってあんな事件ばっかり起きてるんだから、いろいろ知っておきたいじゃない。あれ、ミオちゃんってお化けとかそういうの信じるタイプ？こないだだってテケテケが出てきたじゃない。でもよかった、こういう時翔太くんと一緒に住んでるから心強いわ。何かあったら守ってくれるんでしょ。そんなのわかんないし、ミオちゃんがどうせやっつけちゃったりするんじゃない。はいはい、期待してるわよ翔太くん。ねえねえ翔太くん、なんで赤マントは子供ばっかり狙うのかしら。だからさっきも言ったでしょ、抵抗できない弱い人を狙ってんだよ。でもそれだけの理由でわざわざあんな格好をしたり、何か紙を用意したりする必要あるかしら。それは自分に酔ってるだけなんだよ。そうやって何かになりきることで自分の犯罪を正当化しようとしてるんだよ。案外家にも侵入してくるかもよ。ちょっとやめてよ、ご飯食べてる時にそんなこと言わないで。
誰？こんな時間に？もしかして本当に赤マントが来たのかしら？そんなご丁寧にインターホン鳴らすかな。はーい、どなたですか？夜分遅くにごめんね。ちょっと確認したいことがあって。確か君のお家はお父さんとお母さんがいらっしゃらないよね？はい、そうです。海外で仕事をしてるので。なんとなく聞いてるとは思うんだけど、最近物騒な事件が相次いでるんだ。特に中学生とか狙われやすいから気をつけてね。幸いにもここのお家は目の前が交番だから助けに来やすいとは思うけど。わかりました、ご忠告ありがとうございます。警察の人もやってくるなんて本当に大事件なのね。ああ怖い怖い、今日は早く寝ようかしら。目の前も交番だし、翔太くんもいるし、私はきっと大丈夫ね。あら、ベランダ閉めてなかったかしら。え？どうして？もしかして、赤マント？質問する。赤が好きか青が好きか。この質問、確か青が好きって答えればいいんじゃ。あれ、どうしよう、怖くって声が出ない。答えないなら死んでもらう。待て、やめろ。俺が答えてやるよ。青が好き。お前赤マントの真似してんだろ。だったら赤なんて大嫌いだ。弱い者いじめしやがって、何が楽しい。そうか、青が好きか。だがお前の回答は私の質問の答えになっていない。先に答えなかったお前の方から殺してやる。ミオちゃん危ない。危なかった、本気で切りつけてきた。抵抗するか、いい度胸だ。ならお前から殺してやる。ダメだ、ミオちゃんは恐怖で魔法が唱えられる状態じゃない。僕が何とかしてミオちゃんを守らないと。ミオちゃんお願い、今のうちに早く逃げて。そんな、でも翔太くん、ここで目の前でミオちゃんが殺されるなんて絶対に嫌だ。僕のことはいいから、早くミオちゃんが生きて。話せ小僧。わかった、お前からやって、後であの子をやってやる。動くな、やられんのはお前の方だ。堂々と交番の前の家を狙いやがって。中学生2人だからいけるとでも思ったのか。もう一度ここを巡回して正解だったぜ。ここだけ開いてんのが不自然だったからな。ふっ、仕方がない。行って。大丈夫か君。また会おう少年。すまない、俺はあいつのことを追うから、君たちは絶対に安静にしとくんだよ。ああよかった、なんとかなって。翔太くん本当にありがとう。私すっごく怖かった。でも翔太くんが一生懸命守ってくれた。すごくかっこよかったわ翔太くん。当然だろ、ミオちゃんは家族みたいなもんなんだからさ。あのあと結局赤マントは捕まることはなかった。今回は運よくミオちゃんを守ることができたけど、次はどうなるかわからない。好きな人を守るために僕ももっと強くならないと。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます、概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。